こんにちは。皆さん、アウトドアは好きですか？今回は中国からの留学生であり、動画クリエイターとしてキャンプや登山をしながら美しい自然を撮影、編集して発信しているリンクスさんとキャンプへ出かけます。 4K の美しい映像をぜひ最後までご視聴ください。皆さん、こんにちは。リンクスです。今はふもとからキャンプ場に到着しました。今日はここでキャンプします。おはようございます、はい、リンクさん、今日はよろしくお願いします。はい、今日よろしくお願いします。ああ、いや、それは全く逆ですよ。ちっちゃい頃は登山とかアウトドアそんなに好きではなかったです。やっぱり日本に来てから違う国に帰ったから生活の環境も変わるし、いろいろ変わりました。それが珍しいと思って写真をやり始めて、で写真が始めたから風景写真にハマりました。写真を撮るためにアウトドアに行きます。なんか今は写真を撮るよりなんかアウトドアの例えばキャンプとか登山自身が楽しみが味わえて、好きになりました。フィルモーラの印象としては結構使いやすく、なんか操作のエリアは結構鮮明に分けていて使いやすかったというのが一番の印象で、それもフィルモーラも 4K の素材が編集できます。まあ、気をつけるというのかというか 4K の方が楽しいですね。 4K ですから画像数が多くて HD より4倍ですね。でトリミングもできます。例えば撮影の時に少し、トリミングが悪い場所ところがあったりしますね。そういうところだったら全然 4K の素材ではトリミングして全くなんか画像画質が劣化しないように見えます。行きますけど少し時間かかりますね。特に今日はちょっと風がありますからさらに厄介です。うわー、やっぱ一人でテントを立つ時にまずは釘を打ちます。そう、いや、ポイントとしては風景が大事です。タープと向きとかもちゃんと考えて、撮影の時に有利になるポイントが。この後は周辺の4本1、2、3、4打ったらもう多分 OK です。これもある程度の風とか防げますので、登山だからもっと厳しい環境で使うものですから、それはさらに軽量化しなければいけない。だからで実は結構強いですよ。このテントはなんか5000、6000メーターの山でも使っている人がいるらしいですよ。ここで動画で使っているフィモーラのテクニックを紹介します。今回は 4K 動画撮影を行ったので、
動画素材に合わせてプロジェクト設定を 3840×2160 の 4K 解像度、フレームレートを 30fps に設定しておきます。動画素材をインポートして編集していきます。編集が終わってエクスポートするときは、設定を開いて解像度やフレームレートが動画素材と合っているか確認しましょう。出力をクリックすると動画作成が始まります。モーショントラッキングを使うと、テキストやエレメントを動画内の動きに追跡させることができます。使い方はとても簡単です。クリップを選択し、モーショントラッキングボタンをクリックします。画面にトラッキングボックスが表示されるので、大きさと位置を調整しながら追跡させたいものを囲みます。追跡開始をクリックすると動画の検出をしてくれます。今回は車の近くに速度表示を配置したいので、一つ上のトラックにテキストを追加。文字の大きさや位置を調整したら、もう一度モーショントラッキングボタンをクリックして、なしをテキストのクリップベーシック6に変更します。再生すると車に合わせて文字がついてきますね。最後に長時間の撮影素材をコンパクトに見せるスピード再生の方法を紹介します。テント組み立てを定点撮影したこの素材は約14分あります。今のままでは長すぎるので速度を変更します。スピードボタンから8倍速を選択すると1分40秒くらいになりましたね。短くはなりましたが、まだ長いです。今回は10秒くらいまで短くしたいですね。こういう時はスピードをカスタマイズを選択すると、直接10秒と入力して速度を変更することもできます。ご覧ください。今回の動画はどうでしたか？次回はキャンプ場でのバーベキュー風景や星空の撮影を紹介しますので、お楽しみに。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。